はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、金宮のね、大麦焼酎というのがレアなのが売ってまして、買ってみました。値段が910円です。720ml ですね。これはね、麦焼酎はね、なかなか売ってないというかね、俺初めて見たんですよね、これね。うん。アルコール度数が25度。原材料名が大麦と大麦麹となってます。本来はこれね、金宮焼酎は、焼酎香類のやつなんですが、うん。大麦焼酎。ね。これはレアですよ。完全にレアですよ。こっちのやつはね、普通のね、焼酎香類なんですけど。でも、大麦だけど、これは、本格焼酎ですね、やっぱね。本格焼酎の麦。一般的な麦焼酎と何も変わらないと。よいしょ。それでは、ストレートでいただきたいと思います。美味しいかな。これはホッピーに合うんじゃないこれ。麦焼酎はね、ホッピーに合うんですよね。うん、乾杯。うん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 。これは麦焼酎だ。うん。俺、麦焼酎あんま飲んだことないですけど、二階堂とか、うん。イーチコ。イーチコは薄い。二階堂の方が濃いですね。うん、二階堂の方が濃いわ。サイトに、のところに書いてありますが、品質本位の金宮焼酎ブランドから誕生した金宮大麦焼酎は、減圧蒸留と上圧蒸留の本格焼酎の原酒を、宮崎本店が長年培ってきた技術と経験でブレンドすることにより、芳醇で深みのある味わいの本格、麦焼酎に仕上げました。冷なんとか酸系の伏流水を利用することで、まろやかで優しい口当たりを生み出しています。さらに、金宮焼酎のブランドのレトロ調ラベルは皆様から好評をいただいております。うん。うん。これはあれですね。イーチコよかは濃いです。うん。多分間違いなく濃い。とは思うんですけど。うん。意外とこの会社、あれだよな。会社名言ってなかったな。会社名は株式会社の、宮崎本店。宮崎本店場。三重県の会社です。うん。うん。この会社、意外と日本酒とかも作ってんだな。日本酒も5種類作ってますし、多分。銘柄が5種。そしておつ類が麦焼酎、米焼酎、さらにごぼう焼酎なんてもありますね。酒粕焼酎もあるみたいです。酒粕焼酎なんて初めて見た。なるほど。で、あと、ウイスキーも作ってるみたいです。これも飲んでみたいだよね、これね。3ピースウイスキーという地ウイスキーみたいです。これ飲んだことないというか見たこともないんだよね。戦後の混乱期に太陽と平和を願い3ピースと命名した地ウイスキーです。容量が 1.8 リッターしかないみたいです。度数が37度。値段が2256円となってます。これがね、ハイボールにするとうまいという、話をね、どっかのサイトから俺が、なんか載ってたんでね。飲んでみたいんですけど、どこにも売ってないという。まあ、ネットでは売ってるんですけど、ネットで買うかという、まあね、感じなんですが。まあ、今度ネットで買ってみるか。うん。うん。まあ、案外美味しいです。俺、麦焼酎、今までで、本当にほとんど飲んだことないからな。2、3種類しか飲んだことないんじゃないか。うん。麦焼酎はね、あんま飲まないんだよね。てか、買わないんだよね、そもそもね。なんでかっていうと、ストレートで飲んでも微妙なんですよ。味が。まあ、ストレートで飲んで、まあ、微妙っていうか、まあ、飲めないこともないですけど、ちょっと味がね、結構酒臭いんで、案外。うん、まあ、焼酎香類もだいぶ、の方が酒臭いんですけど、まあ、うん。でも、麦焼酎買うんだったら、芋焼酎買いますね。芋焼酎の方が俺は好きなんで、で、逆に言うと米焼酎はあんまり好きじゃないんですね。うん。米焼酎はなんか、結局、あれっぽいんだよな。米焼酎買うぐらいだったら日本酒買いますね。うん。米焼酎はね、俺がね、嫌いなね、あれに似てる。泡盛。泡盛に似てるんですか、味が。だいたい泡盛ってのは何なんだろう。ググりまーす。泡盛は、種としてインディカ米を原料として黒麹菌を用いた、米麹である黒麹によって発酵させ、もろみを蒸留した琉球諸島産の蒸留酒である。これ美味しくないんですよ。うん。まあ簡単に言うと俺の中だとね、米焼酎のね、度数高い版がね、泡盛ですね。泡盛だいたい35度以上あるからな。度数。40度とか、度数が非常に高い。まあ、非常に度数が高い米焼酎みたいな感じですよね、これね。以前俺が初めて飲んだっていうか、一種類しか俺泡盛飲んだことないんですけど、熊井島の熊井泉っていう、泡盛ね。あれ飲んだんですけど、まずかったっすね。普通にまずかったっすね。まあこれはもう二度と買わないでしょう。おそらく梅酒で漬けるために泡盛買おうかなと思ってるぐらいしか多分使わないです。泡盛はまあ今後、梅酒で漬けるかもわからないし、もう今、だいたい梅酒があまりに余って大変なことになってるんだよな。作りすぎてもう消費しきれてないから、もう、あんまり、あり余ってる感じなんで、もう、多分買わないです、これは。うん。泡盛はね、嫌いです。まずい。まあ、米焼酎もあんまり好きじゃない。米焼酎もな、ぶっちゃけた話、米焼酎がね、日本酒のね、度数高いバージョンだと思ってるんですよ。俺の中で。もう味の感覚からすると。で、さらに米焼酎の度数高いバージョンが泡盛なんで、やっぱ一番飲みやすいのがね、その中だとやっぱ日本酒なんですね、普通のね。で、しかも日本酒もね、まずいやつはかなりまずいんで、もう多分日本酒もほぼ多分もう、買うことないですね。俺、俺の大好きな、まあ、八海山と、あと、日本酒で俺が好きなのは、八海山と、あれか、星の完売ぐらいか。そんぐらいしか飲まねえな。多分。あ、忘れてた。あとなんかあったよな。あと俺大好きなやつ。あれなんだっけ。日本酒でさ、あれなんだっけあれ。ん？新潟県の日本酒で、あれなんだっけ？地元のね、コンビニで売ってるんですよ。かなりメジャーなね、日本酒ね。あれなんて言うんだっけ？腰のかげとらも美味しいですね。しめはりつる、しめはりつる。そう。だから俺が飲むとしたら、八海山としめはりつると、腰の完売と、腰の影虎。この4種類かな。それ以外の銘柄は多分飲むことないですね。それ以外飲んできましたけど、いろいろと。まあ大体外れです。うん。まあでもその中でも八海山の普通酒が一番うまいですね。多分ね。本当に八海山のね、吟醸とかじゃなくて普通酒が一番うまいんですよ。あれにはね、すごい、やばいですね、あれは。ガチでうまいんで。でも、あと、菊水とかも、まあ、割かし好きなんだけどね。俺の、新発田市っていう、住んでるとこの、地元の本当のそこの酒なんで。そこの酒では一番多分売れてるな、これがな。割と多分全国的に、この、菊水の船口、一番搾りっていうのはかなり売れてるとは思います。おそらく。うん。まあ、これはあれだな。本題に戻って、この金宮の大麦焼酎は、これはストレートで飲むこともないですね。もう今後は多分飲まないでしょ。ホッピーの割り剤として買うか。てか買うかじゃねえ。飲むかぐらい。うん。もしくは、あれだ。天馬の梅で、割るか。のハイボールとして飲むかだな。その二択だな。コク、まあ普通。甘み。まあ、普通。香りがまあ若干。おすすめは、まあ、俺は。まあでも、麦焼酎の中では多分かなり美味しい部類だとは思うんで。うん。34344でご視聴ありがとうございました。